こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回もね、皆さん動画見ていただいてありがとうございます。2021年の1月で、ちょうどね、心待ちにしていった婚活パーティー、婚活イベントがあったんですけども、ある自治体の方、埼玉県の自治体の方と、多分ね、株式会社になってるのかな、一応ね、会社組織ではあるんですけども、なんか、ね、まあ、田舎な感じのところで、毎年ね、毎年数回なんだけれども、あの農作物を絡めた婚活パーティーやってまして、で過去にね2回ぐらい出たのかな、2回出てまして、ただ申し込んだのは6回ぐらい申し込んでて、今4回外れてるわけですよ。で2回は抽選で当たって、抽選で当たらないとこの婚活パーティー参加できないんですよ、この婚活イベントに。で過去のね2年前の動画なんだけど、あのジャガイモ掘り婚活という動画、未だに動画ね上がってまして、でずっとね再生数が伸びて、なぜか伸びてまして、7万5000再生、いっております。2年間でですね、誰が見てるんだかよくわかんないんだけどもまあそこに詳しくはね言ってはあるんですけれども、で今回ね申し込んでたんですよ、12月ぐらいね。それでこのイベントどうなるのかなと、もうすぐイベント開催日なんだけどなと思ったんだよね。で日曜日にこれ開催される予定だったんだけど、まあどっちみちね緊急事態宣言がありますんで、まあ、どうかなというところで、考えて、いましたところじゃん、こんな感じでコロナのね、この新型コロナウイルスの影響によるイベント中止のお知らせというのが来ました。残念ながらこのイベントは流れてしまいました。で大体ね、いつもね20人近く、20対20ぐらいで男女が集まって、で男がねいくらか3500円ぐらいで、女性が2500円ぐらいの料金で、まあ、適正価格ですよ、適正価格。そしてなんと農作物のお土産もついてくるということで、非常に人気が高い。だからお土産目当てで来てる方も前いましたね。やたらじゃがいもいっぱい袋に詰めて持って帰ってる方もいましたんで、今回はこんにゃくを作るという、まあ、前に出たね、こんにゃくを作るってやつで出てたんだけど、ここではね俺ね全然戦績良くなくて、2回でね、多分2回出て2回ともカップリングにならずで撃沈してます。でここはね年齢とかを言わないんですよ、年齢を言わないで、本当に名前と住んでる地域と趣味ぐらいしかない。で名札に書いたんだよね、で趣味はね書いてあったかな、そこは書いてないのかな、名札と住んでる地域の何々市とか書いてあって、それだけなんですよ。あとはフィーリングで、ね、話した感じで選ぶってね。でその時ね年齢結構言っちゃってたりしたんで、でそうするとねなんかみんなね年齢を聞いた瞬間にあーって顔されたんだよね俺。でそれまでね普通に喋ってた、ね、女性人たちが急に年齢をあれみたいなところで聞いて、ね、で今度またそんなのね不利な状況の上に、まああれから2年経ってるわけですよ、もっと不利になってんじゃねえかと思うんですけど、それまで婚活をしてあぶれていればみんな年齢が上がってるんで、まあまあ同じかなというところで、でやはりね婚活したての人たちとかはもう好みで行っちゃったり、条件で行っちゃったりするんで、まあ、ある程度婚活何回かやっていくと許容範囲が出てきますんで、まあ、そこで折り合いがついてもしかしたらカップリングになれるかもしれないという淡い期待を胸に今回応募させていただいたんですけれども、まあ残念ながらこのコロナウイルスに見えねえか、今かぶっちゃったね、今片手だからねごめんね、コロナウイルスによる、まあ、イベント中止とね、なりました。残念でしたね、これ日曜日だからね、絶対に参加できたんでね、土曜日は
あの今ね、ババゾノさんね、あずささんの方とお出かけという形をとってます。で、彼女の方も出かけるのは土曜日の方がいいということだったね。まあでも分かんないよ、向こうもパーティー行ってれば土曜日は仕事ですっつってパーティーに参加してるかもしれないん でそこの地域のパーティーは俺はもう行かないようにしてますんで、だから2人が勝ち合うことはないのかなと。でそっちの方はもうね、多分掘り尽くした感じもするんだよね、女性陣がね。またこの人いたわっていう人たちが増えてきちゃうとまずいので、一旦寝かせて、またね半年後ぐらいに、ダメだった場合はね、また半年後ぐらいに行くかなというところでは考えております。まあ非常にね残念でしたね。ここね本当にね人気 で人数も集まるし、男女比がねあんまり狂いがないというところなんでね、男の方が多分1人とか2人多くなっちゃうぐらいの程度で、あとはもうなんか半分フリータイムみたいな形で、あの回転寿司トークがないのね。だから強制的にぐるぐる回ることがないんで、早めに自分が話したい方のところへ男がね横へ行ってって感じになると。だけどね、分かりやすいの、これいい点がねまたあってね、あんまり好みじゃない人が来ると女性陣もそんなに話が弾まなくて、チェンジした時に急に話が弾んだりとかっていうのもありますんでね、これ実体験で、ありますんで、だから分かりやすいなっていうね。であとはその連絡先を自由に交換できるんだけど、ちゃんと LINEID とかを教えてくれる人はいいと思います。前回は Gmail とか変なの教えられちゃったんで、だからそれもう違うじゃんって言ってねもうパソコンとかね、あとはまあスマホでも使ってる方いるんですけど、 Gmail なんて別にステアカみたいなもんね、ステアドみたいなもんだからね、どうなのというところがあって、そんなんで毎回連絡今時に、ね、今の時代取るわけないでしょと。もう大体が LINE なんだから、 LINE でね、LINE アドレスやりゃいいね。ただ LINE だって気楽に教えたってね、いいじゃないってね、嫌だったらブロックすればいいんだもんね。まあ俺もね、もう絡みが終わった女性たちは全員ブロックしてますんで、ね、まあそんな形でねやればいいのになというふうには思いますね。まあまあちょっとね、残念ではございました。またね新たなこの畑で婚活みたいなシリーズ、ね、楽しみ。これまた新シリーズできるかななんて思ったんですけども、なんかねやはり皆さん気になってこの辺は見てるのかなというところがあります。過去のね動画が未だに見られてますんで、すっごい不思議ですね。というわけで、残念ながらでしたけど、またね何か進展があったら、話していきたいと思います。でこれもねまた参加できたら詳しく話していきますんで、楽しみにしていてください。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。